こんにちは、受験情報チャンネルのブラック先生です。皆さん雪はどうでしたかね。なんか大変なことになりましたけれども、まあその雪かきしながら思ったことも踏まえてですね、新受験生向けへということで、まあ今から始めて、まずの目標は、ゴールデンウィークまでにどこまでやればいいのかな、まあ最低ここまでやっといてほしいよねということのお話を、少しずつしていこうと思います。でまあ余談ではありますけれども、今朝の雪かき、まあ朝5時に起きてですね、やったんですけれども、まあ最初はやりたくないな、布団の中にいたいなという気持ち、まあ皆さん一緒だったと思います。でまあとりあえずまずは布団から出てみようということで、布団から出てまずはコーヒー飲もうかということでコーヒーを一杯飲んで、で、まあやりたくないんだけどどんな状況だかとりあえず外まで行って見るだけ見てみるかということで、まあ玄関先まで出てみて、でそこからですね、まあ気持ち的にはしょうがないから少しだけ玄関先だけ、自分が外へ出られるようにそこまでやってみるかということでやり始めて、で、まあかみさんパートに行くので、パートに行くときに転ばないように、かみさんが転ばないように、まあとりあえずそこだけ階段のところだけやっておくかって、始まって、でまあそういえばうちのかみさんだけじゃなくて、隣のおばあさん、まあ私から見ておばあさんですから80過ぎのおばあさん一人で暮らしてるよね、で、まあなんていうんですか、アプローチっていうんですか、まあそんなに広い家じゃないですけれども、まあポストがあるところにちっちゃな門扉があって、人が一人通れるぐらいの門扉があって、でそこから階段をトントンと 2,3 段上がると玄関があるみたいな、まあ一般的な家ですけれども、そこの階段だけやっといてあげようかって、おばあさんが朝起きて外の様子見に来て階段で滑って落っこって頭なんか打ったら大変なことになるから階段だけやっといてあげようかなんていうことで階段をやり、で、逆の隣のおじいさん車出すよねということで、こちらも私から見ておじいさんですから、もうそろそろ、免許返納した方がいいんじゃないのっていう感じのおじいさんですけれども、買い物に行くかもしれないから車の前だけの雪だけはどけといてあげようか、まあ車やったらしょうがないよね、そっちの玄関先のアプローチのところもやっといてあげようかみたいな形でだん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 やってるうちに、雪かき入ってになるんですね。ここやったらこっちもやらなきゃ変な感じだよねとか、ここまでやったらもう少しやったら、もっと綺麗になるよねみたいな形で雪かき灰になって、結局両隣含めて3軒分、うちの前の道路が4メーター道路ですので、4メーター道路3軒分を、綺麗さっぱり雪かきをして、で、うちに帰ってきて、帰ってきてというか、まあ、部屋の中に入って、あ寒かった、でも汗かいたみたいな形で、さっぱりしたような、形で、朝ごはんを食べたというところですけれども、まあ勉強も少しずつ始めていただければ、夏にはまあ雪かき灰じゃないですけれども、やらずにはいられない、勉強灰になれるかもしれないので、いきなりですね、今から1日3時間やるぞとか1日5時間やるぞとかっていう形で、鉢巻きを巻いてしまうと、まあ3時間やるつもりで始めたんだけれども、昨日は1時間しかできなかったんだよな、なんか嫌な気分だなっていうことで、その予定自体が狂っていってしまうので、まずはちょっとずつ、しょうがないから少しだけやるかで構いませんので、少しずつやっていただければ必ず力になりますので、ちょっとずつでいいから毎日決まった時間に、ちょっとずつやっていただければなと思います。で、今日お話しするのは英語の単語の覚え方という話です。で、朝起きたらと、10分で結構です。で、電車の中、まあ、バスで通っている方もいらっしゃるかもしれないですし、まあ、そういった隙間時間ですね、で、10分やっていただいて、で寝る前に10分やっていただいて、もう勉強時間を確保するということではなくて、まあ、朝起きたら歯磨きついでにこれをやる、寝る前に布団に入る前にちょこっとこれやってから寝るという形でやってみてください。で、実際に具体的な方法なんですけれども、まあ、シスタン等々ですね、単語帳学校で配られていると思いますので、それを使って、シスタンで、説明しますけれども、まあ、他の単語帳を使っている方はそれに合わせる形でやってみてください。で、シスタンだとですね、見開きで、約10個の単語が載っていると思います。ですので4ページ分、見開きで2ページ分というんですか、左右もう1回ページを
めくって左右のページで4ページ分ですね。ということで、まあ、目安としては20個、毎日やっていくということで、まあ、20個ずつならなんとかなるんじゃないのという気分で始められると思います。で、朝ですね、答えを見ながら赤シートで隠さなくて結構ですので、答えを見ながら10分だけ、まあ、この単語はこういう意味なんだなということ でやり方としては、まあ、正しいと言ってもネイティブのように発音しろとは言いませんので、日本語なまりの日本語英語で結構ですので、正しい感じで発音しながら、答えも、声に、まあ、口の中でもごもごで結構ですので、声に出して、10分あると何週もできると思いますので何週かしてみてください。で、まあ、中学単語で例にすると、ビューティフルなんかは、まあ、中学生の時には、まあ、綴りが難しい部類の単語だったと思うんですけれども、あれをですね、覚える時に、発音する時に、ビューティフルと言わずにスペルを覚えなきゃいけないからということでベアウティフルみたいな形で発音しながら覚えるのも、私的にはどうかと思うので、ビューティフルと読むんだけれどもこう書くのねということを眺めながらで結構ですので、単語の意味と合わせて朝10分、まあ、できる限り、まあ、3週5週ぐらいはできると思いますので、シスタン4ページ分を、まあ、3週なり5週なり、してみてください。で当然朝の支度あると思いますので、まあ、歯磨いたり朝ごはん食べたり着替えたり、してからですね、通学していただいて、で電車の中等々の隙間時間で、2回チャンスを作ってください。で電車で通ってる方だと行きと帰りみたいな形で結構です。で、2回チャンス10分ずつということで、行きの電車の中では答えを見ながら10分ということで、もう一度朝やったのと同じように口の中でもごもごと、まあ、カタカナ英語で結構ですので、なるべく正しい発音で発音しながら答えも口の中でもごもごと音にしながら、まあ、また3週5週できると思います。で、帰りの電車の中では、赤シートで隠しながら朝2回やってるんだからきっと覚えてるよねという形で、疑い半分、やってみてください。で、隠しながらだと出てこない覚えてない単語というのがあるかと思いますので、ああこれ覚えてないんだなということで、その覚えてなさそうな単語、うる覚えの単語だけ重点的に、帰りの電車の中でこの10分の中で結構ですので、ちょっと集中して覚えてみてください。で、寝る前、一週だけで結構です、赤シートで隠してですね、自分で自分に課した確認テストだと思っていただいて、で、できたものはそのままで結構です、できなかったものは、まあ、空欄にですね、小の字でも書いていただいて、で、あこれできなかったんだなということで目印をつけてください。で、次の日は前の日にできなかった4ページの中でできなかったものプラス新しい4ページということで同じルーティーンで答えを見ながら赤シートで隠しながらで最後にまたもう一周確認テストみたいな形でやってください。で、小の字が溜まってですね3つ溜まっちゃったよということになったら要は3日やっても覚えられなかった、自分にとっては苦手な英単語ということになると思いますので、その苦手な英単語だけ、寝る前にノート1冊、まあ、ルーズリーフでも結構ですし、新しいノートでも結構ですし単語と意味を書いてノート1という形でそこに貯めていってください。で、ノート1に貯まった単語は自分が苦手な単語で、プラス新しく4ページ毎日増えていくということで、答えを見ながら答えを見ながらのところに加えてこのノートの文は苦手だから必ず覚えなきゃなということで、ちょっと集中してこの、覚えられなかったノート1の単語に軸足を置きながら、新しい増えた4ページ分は今までのルーティーンで覚えていってください。で、また6日ぐらい経つと、ノート1を確認テストしたときにノート1の中で、さらにまだノート1に書いた後3日ですね。ですので都合6日やっても覚えられなかった単語というのが、いくつか出てくると思います。でそのいくつか出てきたやつは、別のノート別のルーズリーフにノート2という形で、作っていただいてでそこに、貯めていってください。でノート2に
書かれた単語というのは、苦手な中でもさらに苦手な単語ということになってきますので、軸足をここに十分置いて、この単語は自分にとって本当に苦手な単語なんだなという意識で、覚えていってください。でこれを毎日4ページずつ、増やしていきながら、順番順番でやっていっていただくことによって、単語はあっという間にですね、1日4ページですので、30日の1ヶ月で、120ページ、終わってしまいますので、ゴールデンウィークまで、まあ、約2ヶ月3ヶ月ぐらいありますよね。ですのでそこまでにシスタン等々の単語帳が、ほぼ1冊終わると思います。で、まずは下、シスタンでいうところの下3分の2の単語のところだけで結構です。で、これがさっさと終わるようでしたら、一番上に記載されている、フレーズの部分ですね、ページの上3分の1ぐらいですかね、4分の1ぐらいですかね、ちょっと色が塗ってあるところの、フレーズをですね、下で出てきた単語を使ったフレーズで、書いてありますので、フレーズを丸暗記するような形で、でやり方としてはこのやり方ですね。答えを見ながら10分、答えを見ながら10分、赤シートで隠しながら10分、最後に確認テストをやって3日やっても覚えられなかったらノートに貯めていくという形でやっていただくと、ゴールデンウィークまでに、フレーズまでもしかすると、覚えきれてしまうかもしれないです。で、まあ、フレーズを、シスタの場合には最初に出てくるのが動詞のコーナーですので、動詞をぜひ最初に覚えていただいて、で動詞を覚えてその動詞を使ったフレーズを覚えることによって、動詞の後ろに目的語が来るのか、あるいは前置詞プラス名詞みたいな形で来るのかというところもセットで覚えていただけると、まあ、その後続いていく、まあ、文法事項ですとか、長文の読解ですとかというところで力を発揮するということになりますので、ぜひフレーズまでしっかり覚えていただけたらなと思います。で、まあ、目標ゴールデンウィークですので、ゴールデンウィークまでに一度頭に入れてしまえれば、あとはゴールデンウィーク明けからは、まあ、行き帰りの電車の中で、シスタン等々の単語帳を見返すだけ、忘れないように、確認していくだけで、記憶に定着させていくことができますので、まあ、言ってしまえば電車の中だけで、単語の確認できるよねということになると、朝の10分あるいは寝る前の10分というのを別の覚えなきゃいけないことに使える時間ということになってきますので、そんな形でまずは単語からやっていくよということで始めてみてはいかがかなと思っています。で、その後文法事項を覚えなきゃねということであれば、同じような方法で覚えて確認して確認して、3日やってもダメだったらノートに貯めていく、さらにそのノートも覚えてない、そのノートに書いたものでも覚えてないものはノートの次のノートにまた書いて貯めていくという形で、自分の苦手な部分をあぶり出して、記憶に留めていくという方法でやっていただければ、他の暗記科目でも使える方法だと思います。では、今日のお話はここまでです。ぜひチャンネル登録していただいて、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。